Experience starts here. ANA, World Air Current. J-WAVE ANA ワールドエアカレントポッドキャスティング、今回は12月10日放送、ギタリストの春畑美智也さんに伺ったハワイのお話です。春畑さん、そもそも音楽の始めるきっかけって何歳ぐらいなんですか？僕最初幼稚園からピアノを習い始めまして、はい、6年生いっぱいまでクラシックピアノで、中1からギターを持ちました。一番初めはアコースティックですか？でしたね、先輩の影響で。お年今いくつなんですか？僕と同じぐらい。50です。ほぼ一緒だ。でその頃周りそんなに男子でピアノっていなかったでしょ？そうなんですよ ね若干恥ずかしい。そうだよね、少しありますよね。あでもお好きでやられてた。楽しかったですけど、後半はやっぱもう野球の方が面白くなってきて、やめたいって親に言ったんですけど、いや中途半端にね、せっかくピアノ買ったのに。そうね、まあ節目の6年生まではやることという。でその後ギターに出会われるきっかけ、どんな音楽だったんですか？あの先輩のバンドに、お前キーボード弾けるだろうって言われまして、ジャーニーのコピーバンドを入りました。はい、Anyway You Want It のオルガンを任されたんですけど、はい、あまり楽しくはなかったです。でその時のギターの先輩がかっこよくて、はい、その先輩への憧れからというか始まりましたね。初めから割とロックっぽいものを聞かれてたんですか？いえ、アリス、オフコース、かぐや姫。素晴らしい。そしてチューブのメンバーと出会われる。もうみんな自分のバンドでデビューしたいと思ってまして、うん、高校の時にオーディションをそれぞれのバンドで受けたんですけど、うん、はい、その時に僕が客席で見てた時は前田の大きな歌声が印象的な誰よりもでかかった。当時からやはり前田も僕のバンドを客席から見てて、うん、なるほど。でそれぞれがベストボーカリスト賞とかベストギタリスト賞、なるほど。そしてその時の審査員が組み合わせたのがバンドですね。面白いね。運命感じますね。でもそうですね、もう高校からの付き合いでずっとやってます。もう30年以上か。長いですね。メジャーデビューが1985年。はい、まあ、もちろん皆さんご存知の通り次々とヒット曲出ていくわけですけれども、もうチューブって皆さんがご存知の通り夏っていうイメージじゃないですか、これはなんとなく自覚ありだったんですか？最初はテーマが夏って聞いた時はなかなかピンとこなかったんですけど、いろいろビーチボーイズでも、はい、サザンも小学校の時から聞いてたし、なるほど、サーフサウンドもエレキサウンドも、もちろんいろんな音楽を聴かせていただいて、でもチューブならではの新しい夏の音楽っていうのはできてきますよね。そうですね、あのラテンを取り入れたり、うん、はい、いろんなものをミックスして、はい、独特なアレンジを作っていきましたね。実際でもそのチューブイコール夏みたいなっていうのはどういうふうに思われてました？このまま邁進していくのかという。最初は本当にメンバー的には5年ぐらいは抵抗してる時期がありました。やっぱりそうなんですか？なんか冬にものすごい力を入れてツアーやったり、冬にアルバムを出したりしてたんですね。なるほど。ただ5年経った時に無駄な抵抗だと気づきました。いいね。やっぱあの皆さんのイメージ通りやったほうが自分たちもサイクルが作りやすいというか、夏にアルバム出してツアーやって、はいはい、冬はバサッとお休みするっていうことに、うん、まあお家芸になってご自身たちもよっしゃこれでいこうっていう踏ん切りがつくというか、まあ、覚悟をするというか。そうですね、ああ夏休みとかが出る頃ですかね、はい、あれも微妙だなって言ってるメンバーもすごくいたんですけど、でもなんかそれが受け入れられたらだんだん楽になってきまして、ね、分かります。そしてむしろ自分たちからもドマイナーの曲を作って大げさな転調してみたいなラテンフィールを取り入れてようやく楽しめるようになってきましたね、はい、それって年齢的に言うと何歳ぐらいの頃からそういう風にこうマインドが変わっていらっしゃいました？やっぱり自分たちで作れるようになってからですかね、18ぐらいでデビューしたので、はい、5年後20半ばぐらいからですかね。わかりますね。でもそういうもんだよね。わかります、すごくわかります。そうですよね、音楽をやってそれを生業としお客さんと一緒に育っていくというのはね。
さてそんな中もうソロ活動もたくさんされてきてらっしゃいますけれども、はい、これ93年に開幕した J リーグの公式テーマソング、はい、これ春方さんの代表曲でもありますけど、どうですかご自身にとってこの曲はどういった存在ですか。そうですね、あのこれからサッカーがプロ化されて本格的に盛り上がっていくよって聞いて、うん、いろんなイメージのビデオとか見せていただいて、これから試合前とかに必ず流れてずっと残っていく曲だからって言われて作る時はもうすごいワクワクしたし、ね、わかります、はい、今でも大切な一曲ですね。そうですね、ハワイ、あこれもまた夏のイメージですけれど、やっぱりハワイ多いですか。ハワイ好きですね。あそうですか、はい、あのずっとレコーディングで何年か連続で行かせてもらってたんですけど、うん、本当にあそこで曲作ってレコーディングしてるとね、なんかあんまり細かいことが気にならないいいのか悪いのか分かんないんですけど、分かるな、なんかアンプもノイズ乗ってるけどエンジニア取り始めちゃうんですよねそんなこと言ってられないもんね、いい空気感の中で、ね、はい、リラックスして、ハワイレコーディングなんてもう何度も経験されてるんですね。はい、何枚もアルバム作りましたいいなもうねジェラシーしか覚えませんよやっぱりもちろん僕も外国でのレコーディングってたくさんしてるんですけど、でもハワイなんてあの空気感でやると全然違うものになるでしょうね。そうですね、本当になんか大きな心と言いますか、うん、東京で撮ってる感覚とものすごい、うんうん、違いますよね、良くも悪くも、わかります。時間なんてどうなんですか、ハワイレコーディングっていうのは東京とやっぱりちょっとシフトが変わってきますか。意外とギターダビングも東京ほど墨をつつくようなことはしなくなって、大きな流れでいいテイクだったんじゃないの今みたいな感じで自分でも OK 出しやすくなったり、あいいね。それってでもなんか音楽ってほらよく例えばそのロスレコーディングもそうだし、ニューヨークレコーディング、ロンドンレコーディングみんなやりますけど、電圧が違うから音がいいとかスタジオのねやっぱ環境も違うしとかいろんなこと言いますけど、何よりも違うのはやっぱりミュージシャン自身のこのマインドっていうか内面が変わりますよね。変わりますね、もちろん東京のレコーディングも緻密にできるし最高ですけど、あとやっぱ写真とか映像なんかを撮られたりもするんです。はい、ミュージックビデオも何度も、やっぱチューブは海で空撮でっていうのがそれも絶対ですもんね鉄板だ鉄板だよね、はい、こんなところでこう撮影したって覚えてるってことかありますか。ハワイ中のあっちこっちでも撮影できるとこはやりました ね。ホテルの屋上なんかでもやられたって。はい、サマードリームとかはホテルの屋上で、とにかくヘリが飛んでるんですコンセプトがとりあえず海があって空撮っていうぐらい、はい、いいね、そういうところにこうさ迷いがないっていうのがチューブの強さだもんね一瞬どの曲のビデオだか分かんないですよ音がないといいね。あのライブなんかもやられてますよね。はい、アロハスタジアムでやりましたね、2000年。はい、どんなライブでした。最初はなかなかあの向こうでやってお客さんそんなに来てくれるのかなって心配だったんですけ ど、あとみんな時間もルーズだし、始まってからゾロゾロ来るようななんかゆっくりしたお客さん でも結果なんか本当にみんな地元の人も歌ってくれて踊ってくれて楽しいライブになりました、素敵ですね。春畑さんがここ行ったらいいよっていうおすすめのお店でも結構ですし、スポットでもいいんですが、僕は海ではラニカイが好きで、チューブもよく息抜きに行くんですけど、人が少なくて、そうですよね、で本当に穏やかな海でね、横になったままよく曲も作ったりしてましたね。もちろんワイキキなんかも楽しいは楽しいんですけどね、少しこう外れて、はい、ラニカイというのは東側になりますかね。ですか ね、はい、綺麗ですもんね、やっぱ曲なんかもビーチで書かれたりするんですか。そうですね、なんかウクレレ一本持ってきて、おなるほど、ウクレレで曲書くと全然違うでしょやっぱり。もうあのリラックス感が脱力感が、だいぶ違いますね。あとはこれボーリング場、あのテールスープが本当に美味しくて、あのパクチーがいっぱい入った、ほう、少しあのダウンタウンというか、あまり綺麗なところではないんですけど、なんかボーリング場の中のそのテールスープが僕らの中で流行ってて、今はちょっと場所が変わっちゃったらしいんですけど、今はねパールハーバーの方に移転してるそうですね。でも今年またこのカンボールレストランがオープンして、ここでもやっぱりオックステールスープ飲めるんですって。美味しいんだ。美味しいですよ。シンプルな味ですか。
はい、シンプルで。オックステールそのままスープにしてパクチー乗ってる。ちょっと舌がピリッとします。あ、そう。何が入ってるんだろう。どうやってピリッて。スパイシーってこと。スパイシーです。あ、そうですか、はい、楽しみだ。それ行ってみよう。はい、ぜひ。もちろん海も楽しまれると思うんですけど、潜ったりもされるんですか。ダイビングもしたし、ツーリングもしたし、うん、結構みんなバイクの免許を持ってるスタッフが多いので。なるほど。向こうはノーヘルで走れるじゃないですか。そうなんだ。はい。それは気持ちいいですね。レコーディングの合間にみんなで海沿いをツーリングしたりもしましたね。さて、春畑さんにとって、はい、ハワイの魅力、まあ、たくさんあると思うんですが、どんなことになりますかね。やっぱりあの太陽と自然と、うん、あの空気感ですね。ね、何度も行きたくなってしまいます。わかる。そして日本人が行くのに一番最適ですよね。そうですね。ねえ、何にも気にしなくても楽しめるっていう意味では永遠のなんかね、楽園でしょうね。でしょうね。ねえ、はい、すぐにでも行きたいね。行きたいです。行きたい行きたい。もちろんロスも行かれてる。結構楽器屋さんがいいところがいっぱいありまして。そうでしょうね。やっぱオールドギターとかは集まってる楽器屋がありまして、うんうん、行くたびにチェックしに行きますね。楽器屋さんっていうのはその何軒もこう回られるんですか。ええ、何箇所か決まってる場所がありますね。掘り出し物があるとかじゃ。はい、耐えきれないです、ね。それはそうだよ。楽器弾きはみんなそうだもんね。何本も持ちなんでしょ、やっぱり。そんな本数はたくさんではないんですけど、うん、ちょっとこれは押さえておきたいなというストラトキャスターは、うんうん、ゲットしに行きますね。あとミックスとオーケストラのダビングを、うん、あ、そうですか、しに行ったことがあります。へえ、それやっぱり音を求めて。そうですね。なんかスケジュール組んでた時に自分たちが向こうでレコーディングするというよりも、あのレコーディングは東京で済ませて、はいはい、でなんか普段ダビングで違うメンバーにお願いしてみたらどうなるかなってなりまして、うん、はい、ミックスとブラスセクションと、はい、あと現ダビングを LA でやるという、うん、やっぱりこう新鮮な感じというか違いとかありました。もうびっくりしましたね。もうその時が初めて海外の方にミックス頼んだんですけど、うん、スネアのデカさにまず驚いて、えってぐらい大きくて。あ、そう、はい、ドラマーが一番ビビってました。いいのかこんな出してみたいな。バラードの A メロからもボーカルが一瞬へこむんじゃないかってぐらいビートを出すんですね。なるほど。あとジェリー・ヘイっていうトランペットの方のダビングとかもすごい勉強になりました。どんどんマイクの位置変えちゃって自分で響きを分かってるみたいで、サビはマイクをこっちに入れて、なるほど、イントロはとかバンバンマイキングも変えたり、ストリングスなんかのも本当そうだと思いますね。結局緻密に作れば作るほど一番いい音がするところここだからっつって、それで撮った後、今度ミックスで何とかしようとかって言っても、なかなか変わらないじゃないですか。そうなんですよ ね、で、うん、音楽家自身、ミュージシャン自身がこうプレイしてる中で、例えば音量もそうですし、うん、そういった距離感もそうですけど、すごいプレイヤーって大体そこまで計算っていうか、もう全部分かってて、あともうそのままでいいよっていうことになりますもんね、うんうん、そうですね。小さな音で弾いたものを大きく出しても全然面白くないし、大きな音で弾いたものを小さくしたところで全然嘘っぱちになっちゃうからね。はいはいはい。普段どうやって作業とか進む。もうご自分一人で作り上げる時間も長いですか、やっぱり。僕は、うん、最初に譜面に書きまして、はい、よく僕海外に行く飛行機の中で曲書きます、譜面に。あ、そう。何時間も窓の外見て、その時よく曲ができるんですけど、うん、そして譜面の後はもうバンドのみんなで一挙に作業を始めます、うんうん、あまり一人で打ち込みっていう時間はないですね。あ、そうですか、はい、素敵。その方が面白いですか。そうですね、年代によって違うんですけど、そのプログラミングが興味があった頃は一人でかなり本番に近いような形まで仕上げたんですけど、最近特に50ぐらいになりましたら、もうせっかく生のバンドね、ね、やってるんだし、もうすぐ集まっちゃうよっていう。いや、素敵だ。その通りだと思いますよね、はい。先月リリースされたのがソロデビュー30周年、そしてご自身50歳を迎えてのアルバムということですが、タイトルが Play Life、はい、人生そのものですか。そうですね、こう振り返ったらもうひたすら弾いてきたなと思いました、ね。30周年ってなんか実感ありましたか。
あ、それは聞いてあそうなんだと思ったんですけど、でもそんな経ったかと思いましてね。うん、はい、短くないですもんね。そうですね、30年は考えてみると長いですけど、でもあっという間に過ぎますよね。そうですね、僕もね、去年ちょうどバンドでデビューして25周年って、今年がソロになって20周年、これやっぱ周りに言われなきゃ気づかない、気づかないこっちはもう毎年毎年ただひたすら繰り返してるだけですからね、続けていってるっていうことはそういうことなんだろうなと思うけれど、でもやっぱりこの節目の年、この Play the Life というアルバムを作られるって幸せなことですよね。そうですね、ね、そうやって出させてもらえるのは嬉しいですね、はい。まあ、このソロのインストゥルメントアーティストとしてという意味でこの曲作り意識することってなって、例えばチューブのために曲を書くときとは全然違いますか？そうですね、あの音域も自由ですし、キーの設定も、曲の速度も、幅は広いですよね、インストの方が。そうですね、はい、ギターならではって楽器ならではでっていう音楽ありますもんね。ですね、リフからできちゃった場合とかだと、もう本当に楽器が生きるようなアレンジとかはインストができますね。まさに器楽的な曲ってあるからね、私は絶対できないってのありますもんね、さて98年からこれはフジテレビ系の野球中継のテーマとなっています。これ2013年版のジャガー、はい、まあ、13、そして今年書き下ろされた J リーグヴィッセル神戸のテーマ曲 We Are One、 そしてチューブのスマイルオンミーのセルフカバーなど盛りだくさんということで、ギターだけではなくてこうピアノのインスト曲もあるという。そうですね、今回はあのそういう節目でもありますし、その自分が小さい時から先にやってたピアノも、はい、あのそんなテクニカルなピアノではないんですけど、はい、小さい時から本当に弾いてた自宅のピアノを一曲と、あともう一つは1920年代のスタインウェイをお借りできることがありまして、その2曲を収録しました。面白い、全然違いますでしょやっぱりね。そうですね、もうピアノってこんな一台一台違うんだなってぐらい表情が、やっぱピアノを弾かれるとちょっと違った感覚になりますか、ギターの時とは。なりますね、家では自分が疲れた時とか、なんかちょっと気分転換したいとか癒されたい時にピアノを弾きます。ああ、本当わかる。でもピアノってそういう楽器でもあるもんね。はい、そしてアートワークとミュージックビデオは写真家のレスリーキーさんですね、初回版にはレスリー取り下ろしのスペシャルフォトブックレットやメイキング DVD もということで、皆さんぜひこれを見ていただければ、聞いていただければと思います。さて、いつもこれゲストの方必ず伺ってるんですが、最後にハルハトさんにとっての旅というのは一体何ですか？自分がリセットできる時間ですかね。東京で曲作ってて、あのいろんな情報とか余計なアイデアが出てきちゃってプレーンに作れなくなっちゃってきたりした時の旅はものすごくリセットしても一から作れるかなって気はします。そうですね、はい、ANA World Air Current